私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。実は家の近くにあるテーマパークのチケットをもらったんだよね。家族だけじゃなくて、仲のいいママ友にも声をかけようかなって思ってたんだけど、まさかこんな LINE が来るなんて。私のこと誘ってよ。ってことで私が一緒に行きます。はい、いきなり何？テーマパークのチケットが当たったって聞いたんだ。どこから聞きつけたのよ。私はいろんな人と情報交換してるからね。なるみさん羨ましいな、いいな、いいなって思ってたんだけど、全然誘ってくれなくて。誘ってくれなくてって、もしかして一緒に行きたいってこと？ That's great! 私も一緒にお出かけしたいなと思って。それはいいんだけど、チケットはもちろん自分で準備してるんだよね。なんで？なんでって、やっぱり私のチケットに便乗してついてくるつもりだったの？便乗だなんて言い方がちょっと悪くない？一緒に行きたいって言ってるだけなんだけど。確かにもらったチケットの枚数的に私以外にもう一家族分あるけど、それは仲がいいママ友を誘おうかなと思ってたの。そう言い出すと思ったんだよね。でも私頭がいいから考えたの。なるみさんが誘うってなったら、多分ゆりさん一家かひまわりさん一家でしょ？そうだね。他にも仲のいい人たちはいるんだけど、仕事とかの関係で。そうなった時にどっちを誘う？え？片方を誘ったら片方を誘わなかったってことになるでしょ？なるみさんは心優しい人だからそんなことできないよね。ってなると全然関係ない私を誘った方がいいと思うんだ。まあ確かにどうしようかなっては考えてたよ。どうせだったらみんなで行きたいから割り勘して3家族で行こうかなとか。それって結局お金を払うことになってもったいないでしょ？それでどっちか家族をひいきしたら面倒なことになるだろうし。だから私が一緒に行ってあげるの。そっか、気遣ってくれてありがとう。とはならないでしょ。ダメだったか。そういうこと言わずに普通に一緒に行きたいって誘ってもらった方が良かったな。じゃあ一緒に行きたいです。いやいや、雑すぎ。とりあえずただで便乗したいっていう気持ちが見え隠れしててちょっと無理かも。なんで？さっき私が言った通り、どっちを誘うかまだ決めてないんでしょ？どっちかを誘うってなったら絶対に喧嘩になるよ。喧嘩になるっていうよりどっちかが拗ねるかもね。そうなったら面倒でしょ？だから私を誘えばいいんだよ。あなたを誘ったら二人とも拗ねるっていう最悪なパターンもあるけどね。子供じゃないんだから大丈夫でしょ？私のことが絡むと子供になるんだから、あの二人は。とにかくこのチケットをどうするか私が決めるから。そんなこと言わずにお願いよ。もう行っちゃったの娘に。はい？一緒に行くって約束してないのに一緒に行くって言っちゃったの？そうなの。だからすごく楽しみにしてて。じゃあチケットは自分で準備しなさいよ。それが旦那の給料日的にきついんだよね。来月旦那のボーナスが入ったら返すからさ、お願い。そんなこと言われても無理だから。正直にお願いされていたら考えたよ。だけど変に頭を使って裏工作みたいなのしてるのちょっと嫌だ。わかった、もう絶対にしないから。私の娘を悲しませないで。悲しませないように頑張るのは私じゃなくてあなたでしょ。何でもかんでも他力本願はやめて。冷たい。とにかくそういうことだから。私信じてるからね。1週間後。聞いちゃった聞いちゃった、やっぱり神様は私に味方してるんだ。ありがとうゴッドン。今度は何ですか？ひまわりさんがチケット当てたんでしょ？こんな偶然ってあるんだね。まるで運命みたい。マジでどこから聞いてきてんのよ。福引きだったか懸賞だったか忘れたけど当てたんでしょ？ってことは私を誘えばいいよね。普通に考えたらあとはゆりの家族を誘うだけなんだけど。ダメダメ、それは私のチケットだもん。ゆりさんじゃなくて私と行くって最初から約束してたでしょ？約束なんかしてないし、どうやったらそんな都合よく頭の中で変換できるわけ？そんなこと言わずにお願いお願い。うち本当にお金ないの。ボーナス入ったらお金返すから。私も一緒に行きたい。そんなこと言われても困るんだってば。なんかさ、思ったんだけど、もともとなるみさんってお金持ちのくせに無料でチケット譲ってもらったんでしょ？それってずるくない？なんで今度は逆ギレしてんのよ。
なるみさんお金持ってるんだから、ちょっとぐらい私たちに分けてくれてもいいじゃない。無料のチケットなんか使わなくたっていつでも行けるんだからさ。ってことでそれは私とゆりさんに譲ってよ。なんでそういう考え方になったわけ。それでなるみさんは実費で行けばいいよ。これでみんなハッピー。もういい、絶対にあなたとは一緒に行かないから。お金持ってるんだから払えばいいじゃん。何がそんなに嫌なの。あなたのそのズーズーしさが嫌なの。それじゃあね。ちょっと待って、チケットは。なるみさん、私が変な人に絡まれやすい体質だっていうのもあるけど、なんでこんな変な人っているんだろうね。そしてとうとう遊びに行く日に、当日来ちゃった。この世で一番聞きたくない来ちゃっただわ。てか何勝手に家に来てんのよ。お願い、子供が楽しみにしてるの。ちゃんと旦那のボーナスが入ったら返すから、とりあえずお願いできないかな。便乗してついてくるつもりだったってことね。だから来ちゃった。お子さんも連れてきて断りづらい雰囲気だし。ダメ、お子さんを泣かせるわけにはいかないから、今回だけ特別ね。だけどテーマパークに入った後は自分でどうにかしてよ。もちろん絶対自分でどうにかします。やっぱり優しいな、なるみさんは。ゆりの言った通りになったか。はあ、マジでちょろい。こいつ本当に子供に弱すぎ。これからもこんな感じで甘い蜜吸っちゃおう。それじゃあ行くよ。はーい。1時間後。お土産とかいろいろ買いたくなっちゃった。だけど今手持ちがないんだよな。なるみさん、ちょっと貸してくれない？テーマパークに入った後は自分でどうにかするって約束だったでしょ。けど娘も友達にお土産買って帰りたいって言って、他にもいろんなもの欲しいって言っちゃってて。そんなの知らないよ、自分でどうにかしてよ。お願い、娘がすごく楽しみにしてたの。そうやってお子さんのことを言えば私が何でも言うこと聞くって思ってるでしょ。そういうわけじゃないけど、確かになるみさんに頼ってばっかりじゃダメだよね。娘にははっきり言うよ、何も買えないって。友達に遊びに行った記念にお土産買いたいって言ってたんだけど、諦めるね。もしかしたらテーマパークに遊びに行ったのは嘘だって言われるかもね。娘が嘘つき呼ばわりされても私のせいだもん。しょうがないか。何その言い方、まるで私が悪いみたいじゃない。ごめんごめん、そういうわけじゃないんだ。お金がないのにこんなところに来た私が悪いんだもん。娘に変に期待させた私が悪いんだよね。うん、あんたが悪い。は？お金がないのにそもそも勝手についてきた時点でおかしいんだよね。それに旅行に行ったのが嘘かどうかなんて写真を見せればわかることだし。でもほら、いろいろとお土産買いたいって言ってて。ならどうやってでもあなたがお金を準備するしかないね。旦那さんに謝ってクレジットカードを使うとか。そもそも旦那さんに今日のことはなんて言ってるの。とにかく私は娘の笑顔のために頑張りたいの。じゃあ頑張れば。だけどお金がなくてどうしたらいいのかな。うまく注意をそらして他のものに興味を持たせるとか、お土産を一つまでにするって約束するとか、いろいろあるんじゃない。でもほら、遊びに来たのに何も買えないなんてかわいそうじゃない。あ、もちろん私が悪いのはわかってるんだけど。その手に持っているものは何。美味しそうなチュロス持ってるけど、それを我慢してお子さんのお土産代にすればいいんじゃないの。どうしてそんな冷たいのよ。普通みんなこんなこと言ったら少しだけお金貸してくれるのに。お金の切れ目は縁の切れ目。私はお金の貸し借りはしないって決めてるんだ。貸し借りっていうか、ちょっと預けるって考えればいいんじゃない。来月にはちゃんと返済するから。それを貸し借りって言うんだよ。とにかく最後まで別行動で。それじゃ。ちょっと待って、ここに来てくれる。位置情報を送ってきて何なの。お願い、ちょっとここのお店に来てほしいの。わかった、今から行く。ありがとう。数分後。お子さんはいたけど、あなたはどこにいるの。ああ、ごめん、ちょっとはぐれちゃったみたい。それからこのカゴの中に入っている大量のお菓子や洋服、カチューシャとかは何。娘が欲しがっててさ。まさか私に買ってって言うんじゃないでしょうね。しかも見た感じ、あなたのお土産とかも入ってるんじゃない。ごめんね、ちょっと忙しくてすぐにそっちに戻るんだけど。娘のことよろしくね。なるみさんはお金持ってるし、買ってあげてよ、ちょっとぐらい。娘に夢を見せてあげて。このペテン師が。旦那さんに連絡した。え、
というか旦那さんも今日テーマパークに来ることになってるんだ。え？え？そんなはずないでしょ。旦那には今日何も言ってないんだもん。そうだよね。今日は実家に帰るって言ってたんだもんね。まあ私事前に旦那さんに連絡して伝えてたんだけどね。どういうこと？どういうことはこっちのセリフなんだけど、旦那さんのボーナス今月じゃない。そんなことまで話したの？あなたがお金がないな言うから旦那さんに相談したの。娘さんがテーマパークで遊びたがってるけどお金がないって。旦那さんはお金がないってどういうことだって言ってたから全部説明した。まずいまずいまずい。あなたが本当のことを言うか当日まで試してたみたいなんだけど、何も言わずに来ちゃったんだね。それは旦那さん今合流できたよ。よかった。あのなるみさん、旦那はなんて？一人で勝手に遊べ。俺のクレジットカードは使わせない。娘は俺と一緒に遊ぶからお前は一人で頭を冷やして帰ってこいってさ。怒ってるみたいだけど、それだけならよかった。あと帰ってきたら大切な話し合いがあるそうよ。それってもしかして離婚？さあね。それじゃあ私も楽しみたいから電源落とします。待って、なるみさん、もっと詳しい情報は？なるみさん、ゆりとひまわりとみゆきのLINE。なるみさんと一緒にいるんでしょ？無視しないように言って。少しだけ相手をしてあげますけど、私たちもすぐに電源を落とします。ゆっくりと楽しみたいからね。旦那がいるって本当なの？本当ですよ。お子さんを説得して欲しいものは最低限に絞ってお買い物してますよ。旦那は全部知ってたのね。だから何度も聞いてきてたんだ。明日は本当に実家に帰るのかとか、実家で何するのかとか、めちゃくちゃ聞いてくるなとは思ってたのよ。わざわざ嘘をついてなるみさんに便乗してついてくるなんて。便乗なんて言い方が悪いわね。一緒に行きたかっただけ。裏で自慢してたこと知ってますよ。自慢？なるみさんは子供に弱いから、どうせ絶対にお金を出してくれる。これからも低姿勢で行けばなるみさんは言うことを聞く、でしたっけ？キャー、どこでそんな話聞いたのよ。あなたがどこで何を話していても私は全部把握しています。なるみさんのことをそんな風に言うなんてありえません。なんで、なんで？ゆりはなるみさんのことが大好きなんです。なので、なるみさんに関わった人のことは24時間365日監視しています。あなたがどこでどんな発言をしたか、ゆりは全部知ってるんですよ。なるみさんに泣きつけば、優しいから許してもらえると思いましたか？確かになるみさんはとても心が綺麗で優しい女性です。だからこそ、私が守らないといけないんですよ。あなたのようなゴミクズから。なるみさんに迷惑をかけたり、甘い蜜を吸うなんてことは絶対にさせません。残念でしたね。あなたは私に目をつけられたせいで地獄行きです。地獄行き？まずデフォルトとして旦那さんと離婚後は慰謝料とか養育費を払うことになります。ちょっと勝手に決めないでよ。ここまではデフォルトみたいなものなので変更不可ですよ。あとはゆりがどんなお仕置きを下すかって感じですけど。なるみさんとの時間をこんなゴミくずに割かれたくはないので、ささっと終わらせましょう。お仕置きって何のこと？私に何をするっていうのよ。離婚して慰謝料養育費、それだけでも十分なお仕置きじゃない？それぐらいでお仕置きだなんて、可愛いことを言うんですね。あなたはテーマパークが好きなようなので、たくさん遊んでください。いいの？ゆりの考えるテーマパークなんて絶対楽しくないのに。よくよく思い出せば、映画とか漫画ではなぜか遊園地でいろんな殺人が起こりますよね。刃物を振り回す人、爆弾が仕掛けられているなどなど。あなたにはそんなちょっと危ない遊園地を楽しんでもらいます。危ない遊園地？地雷が隠されているお化け屋敷、2分の1で毒が混じっている飲み物や食べ物、それから急に止まって一つだけ落ちる観覧車、時間によって爆発するドキドキアトラクション、あとは顔が見えない刃物や銃を持った恐ろしい男たち。今日はどんな遊園地なのか毎日楽しみですね。絶対嫌だ、そんな遊園地、夢も希望もない。そんなところで楽しめるわけないじゃない。でもダメですよ。乗り物に乗ってちゃんと遊ばなければやばい人たちに連れて行かれます。1日5個はアトラクションをこなしてくださいね。
普通のテーマパークだったら嬉しい提案なのに。でもそのヤバいアトラクションのせいで怪我したらどうするのよ。そんなの知りませんよ。なるみさんに迷惑をかけた人の命なんて興味ありません。ちなみにそこで寝泊まりして食事も全部賄いますので、2分の1の確率で毒ですが頑張ってくださいね。やっぱり悪魔なんだよな。それではさようなら。電源落とします。ちょっと待って、もっと詳しい説明とか言い訳を聞いて。お願いお願い聞いて。電源を落としてて既読つかない。探すしかない。このテーマパーク内のゆりさんたちを絶対に見つけないと。その後、まあもちろん私たちと出会うことはなかったよ。みゆきさんはこっちにはゆりがついてるんだから絶対に負けない鬼ごっこだよね。みゆきさんは離婚した後、慰謝料と養育費を払うことになった。もちろんそのお金は裏の施設での出演料で簡単に稼げるから一括で入ったんだって。みゆきさんは今恐ろしい大人のテーマパークで毎日震えながら遊んでる。今日は何を選ぶのかな。まあどれを選んでも楽しいアトラクションなんてないんだけど、大人の遊園地って絶対にお呼ばれしたくないね。みゆきさん、今日も元気に遊んだりしてるのかな。ちょっと私に便乗するつもりが大変なことになっちゃったね。まあ私は助ける気もないし、心の底から反省すればいつかはゆりが助けてくれるかもね。私の名前は水木、小学3年生の娘千秋と去年生まれた息子のひろや、そして保護猫カフェからやってきた猫のにゃにゃまる、この3人を育てている兼業主婦だよ。最近うちの近所では泥棒被害が多くてね、みんなすごく警戒しているんだ。まあなんとなく犯人が誰なのか分かってるんだけど。ねえ水木さん、今度の日曜日にお祝いするの？30人で貸し切りにするとかすごいじゃん。え、何の話？ごまかしてもダメ。さっき居酒屋に入って行ったでしょ。水木さんが出た後、お店の人がさ、お店の前にある看板、あれを書き換えてたの。リリカさんの勘違いじゃないの？日曜日18時から21時、30名様貸し切り、ちゃんとこう書いてあるの確認したもんね。ねえねえすごい、一人くらい増えても大丈夫でしょ。そんな看板あったのか。何を言ってるの？だってさ、お祝いってことはお刺身とか出るでしょ。いいな、食べたいな。てか30人もいればもっと増やしてもよくない？うちのパパと子供と、あとはうちの両親も呼んじゃおうかな。一人で盛り上がってるところ悪いんだけど、なんでリリカさんも参加できると思ってるの？え？だってお祝いでしょ？みんなでお祝いした方が楽しいじゃん。しかもたくさんいるならちょっと増えてもバレないから。だから支払いも増えないよ。だってあそこのお店って宴会は飲み放題食べ放題だもんね。何それ、リリカさん詐欺師なの？え？30人で予約してるのに人を追加するなんて詐欺だよ詐欺。飲み放題食べ放題だし、水木さんってそういうの気にしちゃうタイプ？委員長だったとかそういう感じなの？あのね、世の中綺麗事ばかりじゃダメなんだよ。リリカさんのやってることはかなり悪質だと思うんだけど。子供の年齢をごまかして安くしたり、通販で服買ってお出かけで使ってからほつれてたので返品しますとかしないの？うわ、やっぱりそういうのやってるんだ。別にさ、うちらがちょっと悪いことしたくらいでその会社が潰れるわけじゃないし。万引きで潰れる店だってあるんだよ。それはそのお店の努力が足りないだけだから。てかこの辺りのママってみんな面倒なんだね。せっかく引っ越してきてあげたのになんか楽しくない。別に私たちは引っ越してきてなんてお願いしてないよ。それにはっきり言ってリリカさんかなり評判悪くなってるよ。私が若くて可愛いからババアたちが嫉妬してるんでしょ。前住んでたところもそうだった。若くて可愛い人がどこにいるのかわからないんだけど、お金関係でトラブルばかり起こしてるでしょ。あ、そういうの全部嫉妬なんで、可愛いって困っちゃうな。私の目が潰れているのかもしれないけど、リリカさんは私より年上でいつもスウェットばかり着ているママさんだよ。若くて可愛い人って誰のことなんだろう。
それにしても本当にずうずうしい人だな。結局場所も日時もバレちゃってるからね。知り合いのお祝い会をする予定だったんだけど、そこに突撃されちゃったんだ。先にやっちゃってます。リリカさん、また変な LINE。 何これ？30人貸し切りのお祝いに参加させてくれないから復讐したの。用意されてたお土産、うちのパパが全部パクったから。夫婦揃って警察にパクられろ。え？やだ、パクられるわけないじゃん。それと水木さんの名前出して先に飲ませてもらってるから。はい、詐欺確定。おまわりさんと一緒にお店に行くね。警察がそんなすぐに動いてくれるわけないじゃん。あんたどこに目つけてんの？居酒屋の向かい見てごらんよ。斜め向かいくらいね。え？ああ、交番？で、旦那さんはお土産用に用意したもの泥棒したんだっけ？もうこれ言い逃れできないからね。いや、ちょっと待って、それは嘘だから。は？今自分で自白したじゃん。先に言っておくけど、居酒屋には監視カメラあるからね。違うの、パパここにいるから。バッグからお土産出すから。ああ、バッグの中にお土産入れてたってこと？最低だね。とにかく今おまわりさんと行くからさ、待ってなよ。待って。さて、リリカさんなんだけど、夫婦で大暴れ。なんと居酒屋の大きな机を持ち上げ、おまわりさんを攻撃しようとしたの。そんなのすぐ逮捕されるに決まってるじゃんね。お土産は私が働いている会社の漬物、社員割引で購入したから1個100円くらいだけど、それでも被害届は出すことにしたよ。あんな人たちのバッグに入った食べ物なんてもう配れないしね。いや、それにしても交番前のお店を選んで大正解。最近こういうトラブルが多いからさ、あえてこの店を選んだんだよ。よかったよかった。数日後。ねえ、水木さん、ちょっと。あ、泥棒夫婦の奥さんの方だ。何その言い方、ひどい。すごい噂が広がってるよ。私たちはリリカさんの噂しか知らなかったんだけど、旦那さんも手癖の悪い人だったんだね。え、バレてるの？バレてるよ。ああ、もう最悪。義実家のある町になんて引っ越してこなきゃよかった。その噂のせいでうちの子連れて行かれたんだからね。それの何が悪いの？私が言うことじゃないかもしれないけどさ、義実家で育ててもらった方がお子さんもいいんじゃないかな。だってお子さんもお友達のものを奪ったりしてたんでしょ？たくさんあるんだからいいじゃん。バレなきゃいいじゃん。で、バレたらどうなるの？今までの人間関係は全てダメになるよね。それに逮捕されてもいいわけ？今回はお店の人が話を大きくしたくないからって多めに見てくれたみたいだけどさ、もし詐欺で捕まったらリリカさんたち一発で懲役でしょ？え？でも逮捕って言ってもお金を払えばいいんでしょ？それに執行猶予とかだってあるじゃん。はあ、なんかもう甘く考えすぎなんだね。確か詐欺って罰金刑がなかったような。起訴されたら実刑判決か執行猶予付き判決だよね。でも子供がいなかったら困るよ。手当がもらえなくなったらどうすんの？私とパパちゃんとした仕事してないんだから。収入が減ったらやっていけなくなっちゃうかも。本当に最低な人たちだね。というかこれから大変だと思うけど。え？何が？何がってわからないの？これから被害届を出す人とかもいるんじゃないかな。なんで？直接的に言うのはあえて避けてたけど、リリカさんいろいろなママさんたちから泥棒してたでしょ。なんで決めつけるの？リリカさんが引っ越してきてからさ、リリカさんの周りで物がなくなったりする人が続出してるんだよ。そんなの私のせいじゃないじゃん。だからね、みんな証拠を集めようと頑張ってたんだよね。え？証拠って？監視カメラを置いたり、すでに設置済みのところに確認しに行ったり。リリカさん手慣れてるから大変だったけど、証拠結構集まったみたいだよ。嘘だって、私バレないようにしてたし。あ、違うし。そもそも私に LINE で勝利宣言しちゃうくらいだからね。いずれバレて捕まるとは思ってなかったの？私は絶対捕まらないから。ああそう、そうなるといいね。さて、私これから忙しいから
え、みずきさん、今日は休みじゃないの？今日は休日出勤だよ。イベントに顔を出さないと。イベントって、なんか近くでやってるやつ？たくさん食べ物のお店が出てるところだよね。そう、そこにうちの会社が出店してるの。でも、たくさん人もいるし、正直警備員も少ないみたいでね。なんかトラブルとかあるの？なんか泥棒がすごく多いらしいよ。本来なら商品そのままにして商品に目隠しをして休憩に行くんだけど、さすがに今日は盗まれそうだから大変そうだね。ね、他のお店はどうなのかな？ああ、他のお店も結構大変なんじゃない？おっと、こうしちゃいられない。30分は無人の時間ができちゃうけど仕方ないよね。え？みずきさんの会社のお店、無人になるの？そう、30分だけね。交代の時間に隙間ができちゃうから、その間だけは商品に目隠しして対応してもらう予定。ふーん、そっか。なんちゃって、出店の担当は複数人いるし、誰もいなくなる時間なんてないよ。でもこうすればリリカさんが引っかかるんじゃないかと思ってね。というか、うちの社長にリリカさんのことを相談したら協力してくれることになったんだよ。その結果。こら、どこに行ったの？逃げられないんだからもう諦めなさい。う、嘘つき。何が？人がいなくなるって言ってたじゃない。なのに私が高級漬物と売上金って書いてある紙袋を盗んだら、店の後ろから一気に人が出てきて。何言ってんだよ、泥棒のくせに。ひどい。私たちはちょっと商品のチェックをしてただけだよ。それにしても手癖が悪いとかそういうレベルじゃないよね。早く返して。やだ、返さない。だってうちのパパ逮捕されたんだよ。うちには今お金が必要なんだから。健康体なんだし、お金が必要なら働けよ。てか何これ、超重い。きっとすごい額の売り上げなんだろうね。これだけあれば海外に逃げられるかも。それ石。え？その紙袋三重になってるんだけど、中に入ってるの石だから。え？高価な石ってこと？違う、漬物石。は、はあ？この間うちの両親が知り合いの家を片付けに行ったんだけど、使ってない漬物石がたくさんあるからってもらってきたの。なんでそんなものもらってくるのよ。いや、なんでって、私が働いてる会社は漬物会社だよ。社長は有名な漬物名人だし。は、それはそうかもしれないけど、だって紙袋には。ブランド物の紙袋に犬の糞入れる人もいるし。あ、見つけた。へえ。ま、ちゃんと罪を償うんだね。やだやだやだ。その後、リリカさん警備員に追いかけられるも、紙袋は離さず、紙袋を持ったまま塀をよじ登ろうとしたんだけど、落っこちちゃったんだよ。そうしたらお尻に重い漬物石入りの袋がドカン。そのまま逮捕されたよ。いや、漬物石もいい仕事してくれたね。三重にしてしっかり包んでおいたから、もしかしたら漬物石っていうのは嘘でお金が入ってるかもって思っちゃったんだろうな。それで手放せなかったんだろうけど、ただの石だよ。さて、休日出勤も終わったことだし、仕事が終わったら家事に育児に、まだまだやることはたくさん。みんな一緒に頑張ろうね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。